皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。ですね、今日ですね、まあ、ちょっと発見というかね、反省というか、あの自転車に乗る人間としておっていうようなちょっと気づき、まあ、お前今更何言ってんだという話でもあるんですけども、ちょっと気がついたことがありましたので、ちょっと お伝えしたいと思います。というのがですね、この自転車見てね、ああ何言いたいんだと分かった人は、あのかなりうちのチャンネルのヘビーユーザーだと思います。ちょっとね、タイヤですね、タイヤというかリムというかを変えまして、ちょっと気がついたことがありましたということです。今までですね、私はちょっとファットバイクとマウンテンバイクのちょうど中間的な、昔プラス規格っていうのがありましたけども、あれに近いようなものとして、サーリーのですね、ラージマージリムっていう、あの65ミリ幅の、リムに、シュワルベのアイススパイカーとかですね、あの辺のタイヤをこう無理やりつけて、ちょっとね、エアボリュームを上げるというような形でね、あのスパイクマウンテンの走破力を上げましょうというような形でね、やりますと。で、やってみて、なんか非常に良かったなという印象がありまして、で結局それも7、8年ずっと同じことをやってきたわけです。で、雪の上走るときには非常に調子が良くて、で、夏用のね、タイヤで 2.35 ぐらいのやつを入れたら、まあ、フレームでギリギリ入ったっていうのもあるんですけども、それでね、これはこれでいいなと思って乗っていたんですが、ちょっとですね、やっぱそのリム幅とタイヤのあれが合ってないというのは、まあ、もちろん自覚してやってたんですけど、まあ、なんか明確にそのトラブル的なものはないなと思ってやっていたのが、やっぱりね、出まして、これいかんというようなところでですね、久しぶりにですね、リム幅をいわゆるマウンテンバイクのサイズ、これはモンタギューの確か純正のリムですね、に戻しているんですけども、で、それでね、スリックタイヤ、リア側のフックアームの 2.5、で、フロント側のビッグアップルの 2.35 ですね、これをつけた状態でアスファルトの上をね、朝からまあ20キロ近くぐいぐい走ってみたんですけど、非常にいいですね、というようなことが分かりましたよ、というお話です。もちろんね、このホイールにね、普通のアイススパイカーの 2.3 とか入れても、ファットバイクにはね、遠く及ばない走破力ということになってしまうので、まあ、それはもういいか悪いかというのはなかなか判断が難しいんですけど、もともとですね、自転車が設計された、その部品が設計された意図、ちゃんと組んだ組み合わせにすると、こんな風に気持ちがいいんだなというのも分かったわけでございました。雪道走る時のためにということでね、イレギュラーの組み合わせをいろいろやってみて、それはそれで良かったんですけども、それ以外の部分ですね、それ以外の部分では実は失ってるものもちゃんとあるんだというようなことをね、思い知らされた感じです。初形のね、方をいじってうんぬんっていう時のによくお話しますけど、もちろんパーツを変えることで得るものっていうのは確かにあるんですけども、その時にね、実は失うものもあって、で、失うものっていうのは元に戻した時に改めて分かるというようなことをね、今痛感したというか思い知らされた感じがいたしました。で、これしばらくね、このまま乗ってみて、まあまたね、ちょっとなんかやりてえなとかってなったら、今度はそのリム幅をですね、もうちょっと細身のやつでやったらどんなのかなとか、いろいろね、考える次第でございまして、自転車っていうのは本当にね、奥が深い趣味だなと、しみじみ思うわけでございました。これからもね、わけのわからないことはちょっとね、あんまりお客さんにおすすめはもちろんできないんですけども、まず自分の足、頭でちょっと実験して、こうでしたよということをお伝えできればなと思います。